皆さんこんにちは。今回は山形県上山温泉にある鷺屋山荘来をご紹介します。上山温泉は1458年の開湯とされ、源泉を5つ有する山形県の歴史ある温泉です。鷺屋山荘来は2020年に高宮グループとしてリブランドされた創業昭和6年の老舗宿です。今回は山荘来の露天風呂付き客室に宿泊しました。この動画では古さと新しさが同居する山荘来の概要から、お部屋、お風呂、ラウンジまでたっぷりとご紹介します。ぜひチャンネル登録の上じっくりとご覧ください。さて、このチャンネルは私が実際に宿泊した宿について、館内全体からチェックイン、お部屋、お風呂、食事、チェックアウトまで臨場感のある動画を目指しています。特に温泉についてはなるべく実際に入浴してお湯をご紹介するようにしています。一通り見てもらえば宿の全体がわかるようにしていますので、皆さんのホテル選びの参考にしてもらえると嬉しいです。鷺屋山荘来に到着しました。鷺屋山荘来は創業昭和6年、全12室の老舗の小宿です。コンセプトは山形を過ごすのどかな里。上山に広がるのどかな田園地帯にあり、どの部屋からものどかな日本庭園を眺めることができます。ロビーにあるこちらのロゴには、上から創業年、稲穂と生地、ツタモンの家紋、山形の県花、紅花、蔵王連峰が描かれています。ロビーからフロントです。こちらはお食事処、2020年にリニューアルされました。新しい中にも古い趣が随所に残っており、いい雰囲気になっています。向かいには古めの雰囲気を残す塔とツタモンの大きな家紋がありました。オープンなブックスペースです。ラウンジ3、創業当時からの格子欄間を利用した間仕切り。オープンなラウンジとなっており、チェックインもこちらで行いました。椅子は山形の伝統工芸、天童木工。ミニバーもあり、コーヒーや紅茶などをいただくこともできます。ラウンジはもう1箇所ありますが、そちらは後でご紹介します。チェックインです。次こちらです。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。ではこちらで消毒を。はい、チェックインは先ほどのラウンジ3で行います。ですね、ご来館いただいた方の皆様のお名前頂戴してまして、はい、夕食の時間ですけれども、18時、18時半、19時と、どちらよろしいでしょうか。じゃあ6時からご用意させていただきます。はい、はい、今回泊まるお部屋ですけれども、こちらの稲穂ですね。鍵はねこんな感じになってますけれども、ちょっと開けてみます。まあ玄関こんな感じになってますね。こちら側にね、洗面があって、それからこちらにトイレがあります。ちょっとトイレからまず見てみますけども、でトイレこんな感じですね。少しやっぱり古い感じのね、周りが木で囲われたトイレになってます。でこちらにね洗面があるんですけれども、実はねこちらの稲穂ってお部屋、2部屋をね1部屋にしたお部屋みたいで、洗面もトイレもね実は2つあって、まあ、こちらが片方の洗面ということになりますね。ではお部屋に入ってみたいと思います。
お部屋はこんな感じになっています。こちらの稲穂ですけれども非常に広くてですね、そっちまであるんですね。この間取りを見ればなんとなくわかるんですけれども、あと先ほど言いました通りトイレとね洗面が2つあるということからわかるんですが、こちらのねこの真ん中のところでもともとは2部屋だったものを1部屋にしたようなそんな感じのお部屋かなというふうに想像できます。でまずはちょっと奥まで行ってみますね。まずこちら側のお部屋はねやはりこういうふうに広縁があって、で奥まで行くと馬場日本庭園のような、そちら側にはちょっと池もあったりしますけれども、その奥まで行くともう田園なんですよね。田園があってその奥に山があると、そんな感じの景色になってますね。こちらの広縁の部分にはテーブルと椅子があるという感じになってます。でこちらから改めてねお部屋を見ますと12畳のねお部屋になってまして、でこちら側のお部屋と合わせると全体で80平米と、なかなかの広さのねお部屋になってますよね。小さめですけれども26インチのねテレビがあって、冷蔵庫ですね、冷蔵庫はね何も入ってはいないんですけれども、それから一応ねこちらクローゼットになってるんですが、こちらは本当にただのクローゼットといいますか、ハンガーがあるだけのクローゼットになってて、もう一つね反対側のお部屋の方に、もう一つクローゼットがあるんですが、そちらには、ね、浴衣なんかがありますんで、そちらは後でお見せしますね。こちらにはお茶とかねそういったセットがありまして、カプセル式のコーヒーですね、こんな感じでねカプセルのコーヒーがあって、あとはお茶のセットですね、こちらに入ってます。でグラスとカップですね、あとはまあ冷水とねポットが置いてあります。お部屋の真ん中にはねテーブルがありますけれども、でこちらお茶菓子ですね、おまんじゅうが置いてあります。館内図ですけれどもちょっと説明したいと思います。こちらのね、詐欺屋三宗来に関しては、もともとの詐欺屋という、まあ、昭和6年からの、ね、非常に歴史のある旅館だったわけですけれども、そちらが2020年にね高宮グループっていう山形県を中心に展開しているグループの一つになりまして、リブランドされまして、詐欺屋三宗来という名前になりました。お部屋もそれに合わせて多少リノベーションされてまして、で基本的には全体で12部屋あるんですよね。こちらの木地根っていう棟と清瀬っていう棟があって、木地根の方には8部屋ですね、で清瀬の方に4部屋あって全体で12部屋あると。今回泊まるお部屋はこちらの稲穂っていうお部屋になります。でもう一つの大きいお部屋スイートルームの方はこちらの花というお部屋になります。稲穂の方が80平米で、こちらの花の方は100平米ということになります。どちらも露天風呂のついたお部屋ということになりますね。で他にもね露天風呂ついたお部屋実はあるようで、こちらの蓮というお部屋はね露天風呂があるようですけれども、あと他はこちらの客室は一般客室ということになるようですね。それからねお部屋で Wi-Fi が使えます。で Wi-Fi のね通信速度ちょっとびっくりですけれども 260Mbps、 めちゃくちゃ速いですね。でまあ十分なスピードがある Wi-Fi が使える、これはちょっと嬉しいですよね。そしてこちらにねこんな感じのねあの仕切りがあって、その奥に行きますとこちらはベッドルームということになってますね。ベッドとは言ってもあのいわゆるローベッドのようなベッドになってまして、かなり厚めのねこういったマットレスの上に布団が敷かれてると、そんな感じになってますね。でこちらにはね一応テーブルが置いてるということになりますね。そしてそちらの方にはね床の間がありまして、まあ掛け軸がね飾られてますけども、こちらのお部屋全体で12畳、まあ隣のお部屋と同じなんですけれども12畳ありますね、ベッドルームがね。で電話とか、まあ、こちらにもグラスがあって空気清浄機もありますね。でこちらのクローゼットは浴衣が置いてありまして、浴衣とあとアメニティが置いてますね。それからタオルですね、こういうふうに置いてます。フェイスタオルにはね特にロゴなんかは入ってないんですけども、一応こちらの浴衣にはね、サギヤというふうに書かれてますね。それからジンバオリがあります。下の方にはねこういった
大浴場に持っていけるようなカゴが置いてますね。最初にも言いましたけれども、こちらのお部屋はね、もともと2つのお部屋を1つにしたようで、反対側のこっちからも実は旅館に出ることができるんですよね。全く同じような対照的な位置に洗面があって、それからトイレがあってというふうになってます。こちらにバスルームありまして、バスルームこんな感じになってますね、通常のユニットバスのようなそんな感じのお風呂になってます。シャンプーはねこんな感じの、これも普通のシャンプーかなというふうに思いますね。こちらのベッドルームのテレビも、小さめのテレビ、同じ、26インチのねテレビになってます。そしてベッドルーム側、こちら側にも広縁があって、でこちらからは奥に露天風呂が見えると、こんな感じで露天風呂が見えてます。こちらからね、お風呂に行くことができるというような形になってますね。こちらがお風呂の入り口ということになってます。ちょっと行ってみます。でこちらがね、このお部屋のね、売りの一つといいますか、露天風呂ということになります。洗い場がなくて、基本的には木のね、すのこのような、あるいは周りに吉津があるような、そんな感じのお風呂になってますね。で湯船は石でできていて、比較的小さめ、大人1人と子供1人とか、大人1人でゆっくり入れるような、そんな感じの湯船になってますよね。でこちらから見ると、そこにね池がありますけれども、基本的にはね吉津でやはり囲われていて、なるべく周りからね見えないようにという配慮がされているのかなというふうに思いますね。上はこんな感じです。上にもね吉津がかかってますよね。ということで、詐欺屋三宗来稲穂というお部屋でしたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、それではお部屋のお風呂に入ってみたいと思います。石でできていて、意外に深めの湯船になってますね。足を伸ばすと、もう反対の角にくっつくぐらい、やっぱり大人一人用かなというぐらいの、ちょっと小さめの湯船にはなってますね。上にはこんな感じでね、吉津と屋根が、一応完全な屋根ではないんですけれども、吉津がかかっていて、上と周り、こんな感じで、目隠しのような感じになってますね。野外にあるお風呂という感じの露天風呂ということになってますね。お湯はですね、こんな感じの、ちょっと暗くなってきましたけども、こんな感じのね、無色透明で、匂いもねしないと思いますね。 pH が 8.1 のね、弱アルカリの塩化物硫酸塩泉ということですので、特にツルツルするとかね、そういうお湯ではなくて、あまり特徴のないお湯になってますね。でこちらからね、少しずつ源泉が流れてきてて、源泉のこの出てくる温度は多少厚めではありますけれども、それが自然にぬるくなってという感じのお風呂になってますね。基本的には源泉かけ流し、源泉 100% かけ流しということになってますね。それにしてもね、若干外はね見えにくいような感じにはなってますけれども、こんな感じで、外にあるお風呂にねゆっくりと一人で入れるというのは、なかなか贅沢な時間かなというふうに思いますね。こちらが大浴場の高松の湯ということですね。行ってみたいと思います。入ってすぐのところはね、湯上がり所のようなスペースになってまして、こちらにお水がね用意されてますね。そして左側が男湯、右が女湯ということになってます。こちらがね着替えのスペースということになってます。大浴場で、12部屋しかない割にはね、比較的こちらの洗面スペースもねたくさんあるのかなという感じがしますよね。こちらまで
ありますので、では温泉に行ってみたいと思います。こちらがね、鷺屋山荘来の大浴場ということになりますね。脱衣所もそうでしたけれども、お部屋が12部屋の割にはお風呂も大きいですし、洗い場もねこんな感じでたくさん用意されてて、非常に余裕のある感じのお風呂になってますね。山荘来の建物そのものはね、昭和6年創業ということなんですけれども、お風呂に関しては結構新しい感じのねお風呂になってまして、非常に綺麗な感じのお風呂かなというふうに思いますね。こちらからね露天風呂に行けますので見てみたいと思いますけれども、大きなね樽のお風呂、樽と言いますか桶と言いますか、そういったお風呂と、こちらには石のお風呂があるという感じになってますね。はい、それでは鷺屋山荘来大浴場入ってみたいと思います。大浴場こんな感じになります。非常に広い大浴場ですね。おそらくねピークでも5、6人ぐらいしか入らないような、そういったお風呂じゃないかと思いますけれども、その割にはね10人以上入れそうな、とても広い湯船になってます。なかなかね雰囲気いいですよね。こういった周りにね結構上の方も含めて木が使われていて、全体に宿の中ではかなり新しめの施設になっているのかなというふうに思いますね。で今ねちょっと夜中なので窓からは景色見えないんですけれども、実はねこの窓の向こう側に砂利が敷いてあって、でその奥には垣根があってですね、でさらにその奥には少し上の方に蔵王連峰が見えるというような、なかなか、まあ、低層階といいますか平屋のね1階のお風呂の割には景色も十分じゃないかなというふうに思いますね。でお湯ですけれども、無色透明で匂いもねしないんですよね。特にねこうツルツルするとかそういうこともなくて、 pH は 8.1、 弱アルカリ性の塩化物泉ということで、まあ飲むこともできるようなそういう温泉になってまして、入った感じ特徴はあまりないんですが、非常に透明度の高いお湯になってまして、まあアルカリ性のお湯っていうのはね湯あたりもしにくいと、あたりも柔らかいと、そういった感じのことをよく言われますけれども、多少厚めであってもね少し長く入れそうな、そんな感じのお湯になってますね。こちらにね源泉見えますけれども、ちょっと源泉はね厚めなんですけれども、こちらのお湯は源泉 100% かけ流しということで、非常にいい温泉になっているのかなというふうに思いますね。樽の露天風呂にも入ってみたいと思います。こちらは歴史ある山形市内の老舗漬物店、丸八やたら漬けは明治時代から漬物の製造に使用していた大桶ですというふうに書かれています。こちらの桶のお風呂に関しては、まあ、1人2人ぐらい入れるかどうかっていうぐらいの大きさですけれども、まあ、そんな感じのねちょっと暗くて見えにくいかもしれませんが、この大きな桶、木の桶にね入るのもなかなか風情があっていいのかなというふうに思いますね。山形といえばね漬物と蕎麦が結構有名で、だいたい私も山形に来ると蕎麦を食べて漬物を買って帰ると、そういう感じになるんですけれども、その歴史を感じさせるようなそういった木の桶になっていて、まあ雰囲気もねとてもいいですよね。ちょっとね暗いのでね周り見えませんけれども、上の方にはねちょっと蔵王連峰が見えると、そういう風な景色にはなっています。こちらからね源泉が流れてまして、源泉ちょっと厚めで触るのちょっと大変なぐらい熱いんですけれども、なかなかね素晴らしいお風呂になってますよ。でこちらがねもう一つの露天風呂の石のお風呂ということになってます。2、3人入れるかなというぐらいのね
較的小さめの露天風呂にはなってますけれども、おそらくね、もともとこちらの石のお風呂がこちらにあって、でこちらの桶のお風呂、これに関しては後からね置いたような、そんな感じにも見えなくもないですよね。まあ非常にこの桶のお風呂、いい雰囲気を出してると思いますね。上にはねこんな感じで屋根はかかってはいますけれども、ただ周りに関しては完全に開放されてますので、まあ露天風呂としての雰囲気もね十分あるのかなという感じがしますよね。もう一つのラウンジをご紹介します。フロントのすぐ近くにあるラウンジ3と別にアルコール類の提供があるラウンジがありました。ピアノもあり、なかなかレトロな雰囲気です。ワイン、ウイスキーやソフトドリンク、生ビールもあり、お部屋に持ち帰ることができます。これは嬉しいですよね。娘にビールを入れてもらいました。おつまみです。こちらではね、なんと温泉が飲めるということで、ちょっと飲んでみたいと思います。こんな感じ、無色で透明ですよね。飲んでみた感じはね、あまり癖がない感じのね、薄い塩水みたいな、そんな感じの味ですね。夕食へ行ってきます。自家製の米や野菜などを利用した食事が自慢です。夕食会場は古い方の棟でした。雰囲気がいいですよね。お部屋は個室稲穂、テーブル席となっていました。前菜と先付け、箱に入ってんだね。こちらがメニューになってます。メインはね、蔵王牛ステーキということになってますね。それから今回はね、ドリンクインクルーシブということで、基本的には飲み物、こちらに書いてある飲み物はね無料ということになってます。こちらは秋の地酒ですね。こちらが前菜ですね。でこの下になんとお皿があって、こちらも前菜の一つ、自家製鴨ローストということになってます。こちらは柿の白和え、こちらがバレーショの茶巾絞り、高野豆腐のいごみですね。これが水昆布、こちらがずんだ白玉団子、ちょっとスイーツっぽいずんだがかかってんですね。こちらが自家製鴨ロースト、これはなかなか美味しそうな。もってのほか彩り浸し、もってのほかっていう聞くみたいですね。こちらがだだちゃ豆スープ、こんな感じの綺麗なスープ。こちらがお作りですね。鯛と、それからね、鯉の洗い、珍しいですね、鯉の洗いね。こちらが鯉の洗いですね。まあ、あっさり系の味ですね。こちらがお作りの鯛ですね。蔵王牛のステーキ、今日のメイン料理ですね。レモンを絞って蔵王牛のステーキ、こっちがシャルドネの白で、こっちがブランドのワール、ちょっと赤っぽい色がついてるんですよね。でもね、ほんとこんな感じでちょっとずつ作るのはすごくいいね。こちらが風呂吹き大根、こちらのね
宿の菜園から取った大根みたいですね。こちらが食事ですね。こちらがだだちゃ豆入り源泉炊き、なんと温泉を使って炊いてるみたいです。だだちゃ豆入り源泉炊き、うん、確かにね、ちょっとしょっぱい。温泉もちょっと塩味だったんで、それと同じ味がします。でこちらはワンモノで蔵王牛味噌仕込み、ちっちゃめですけどね、蔵王牛の肉が入ってます。このコウノモノ、これわらびですね。こちらがデザートね、自家製くるみ豆腐、くるみ豆腐の上に生クリームが乗ってるんですね。妻が朝風呂に入ってましたよ。では今から朝食を食べに行ってきます。こちらがね、朝食のメニューですね。サラダとか、まあ、あと焼き鮭、卵焼きですよね。焼き鮭、こちらは揚げ出し豆腐。こちらのね、ご飯はここの山荘来の田んぼで採れた生え抜きだそうです。こちらも刺身こんにゃく、ね、卵焼き、これはご飯にかけて食べる、うん、カブの味噌汁ですね。こちらがサラダ、梨ですね。チェックアウトまでの時間で山形プリンを食べに行ってきました。山形プリンはホテル雇用の向かいにあり、山荘来から歩いて5分程度のところにあります。9時オープンのところ8時半に到着したら一番乗りでしたよ。お目当ては1日限定20食、賞味期限10分の生プリン。店内にはフルーツを利用したプリンが並びます。待った甲斐があり、無事生プリンをゲットしました。賞味期限10分の理由は、生卵の黄身の鮮度が10分だからということでした。こちらが賞味期限10分の生プリンです。食べ方が書いてありました。まずは真ん中に黄身を乗せてシャッターチャンス、酢のプリンをいただきます。牛乳系の白いプリンで甘さも控えめで食べやすかったですよ。黄身を混ぜていただきます。味がまろやかになりました。最後にカラメルをかけます。濃厚な甘さが口の中に広がります。チェックアウトです。詐欺屋山荘来、いかがでしたか？のどかな田園風景と自家製の食材に癒される宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録の上引き続きご覧ください。紅葉の山寺をご紹介します。山寺は西暦860年に円仁によって天台宗のお寺として建立されました。山門といわれる入り口から最上段の奥の院までの階段の段数はなんと1015段。今回は紅葉の山寺を奥の院まで登りながら見どころを簡単に解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
まずは根本中堂、こちらは立石寺の本堂となります。根本中堂の隣には比叡神社、こちらは山寺の守護神の神社です。こちらの鳥居をくぐると松尾芭蕉と弟子の空の像があります。松尾芭蕉はこちらの山寺で静かさや岩に染み入る蝉の声を詠んだとされています。山門の前にマップがありました。こちらが山門です。紅葉が綺麗ですよね。山門は鎌倉時代に建立されたと言われ、登山口となっています。参拝料は大人300円、小学生100円です。こちらがチケットです。ではここから約1000段覚悟を決めて登りますよ。森林浴のようで気持ちよさそうですが、休み休みで20分ぐらいかかります。こちらは蝉塚、松尾芭蕉の弟子たちが句をしたためた短冊をこの地に埋めたと言われています。さらに登ります。弥陀洞、ここに仏のお姿を見ることができる人には幸福が訪れると言われています。仁王門、左右の仁王像が邪心を持つ人は登ってはいけないと睨みつけているそうです。ここまで来ればあと一歩です。山寺のメインともいえる開山堂と五大堂へ行ってみましょう。正面に見えるのが開山堂、赤い建物は開山堂の写経を収める農協堂、山内では最も古い建物です。この上に五大堂があります。紅葉が素晴らしいですよね。こちらが五大堂、五大明王を祀って天下太平を祈る道場とされています。五大堂は山寺随一の展望台となっています。絶景をご覧ください。ようやく頂上までやってきました。宝塔が美しいですよね。こちらが山寺の最終地点、奥の院です。大仏殿には5メートルの金色の阿弥陀如来像が設置されています。下から五大堂を見てみましょう。よくあんなところまで登りましたね。やっぱりお楽しみはグルメです。山形名物板そばをいただきました。山を登って降りてきた後ということもあり、めちゃうまでしたよ。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の上、引き続きご覧いただけると嬉しいです。